ワンダーガールズは韓国出身の4人組女性アイドルグループ。2007年2月10日にデビュー。JYP エンターテインメントに所属。テルメが大ヒットし、韓国のアイドルブームの火付け役となった。アメリカや中国での活動も積極的だった。レトル風の音楽とファッションを特徴としていた。2001年7月、SBS の番組。 超特急日曜日万歳の中で、歌手であり、プロデューサーでもあるパクジニョンによって、ソネが選抜され、彼女を主軸としたグループを作ることとなった。その後、公開オーディションを通じて、ヒョナ、ソヒ、ソンビが選抜され、5人目のメンバーであるイエウンは、デビュー1ヶ月前の2007年1月に、MTV、ダウム主催、UCC スター選抜大会で選抜されて、合流した。 ゴッドやピなどのスター歌手を育てたパクジニョンが企画したグループということでデビュー前から大きな話題を呼びデビューまでの過程は MTV ワンダーガールズにて放映されたアイロニー2007年2月10日デビューシングルザワンダービギンズを発売しタイトル曲アイロニーで活動を行ったデビュー以降ワンダーガールズは多くの混乱を経験した6月12日 ソヒが映画の撮影中にバイク事故で負傷し約1ヶ月間4人での活動を余儀なくされた。また7月30日にはヒョナの脱退が発表された。活動初期から体調が思わしくなかったヒョナについて事務所側が今後の正常な芸能活動は不可能と判断したものだった。以降は残ったメンバー3人で活動を行った。メンバーたちは この時期が最も大変だったと語っている。2007年9月、ヒョナの代わりに、新メンバーのユビンが合流した。ユビンは別の事務所でデビューの準備を進めていたが、事務所の経営悪化により叶わず、オーディションに応募して、ワンダーガールズに合流することになった。9月13日、初の正規アルバム、ザ・ワンダー・イヤーズを発売したが、リリース翌日の9月14日。 ワンダーガールズはイベントからの帰り道に交通事故に巻き込まれる。衝突した相手方のタクシー運転手は死亡。マネージャーとメンバーも軽傷を負い、4日間入院した。事務所の配慮によりしばらく休養期間を取り、2週間後の9月27日より活動を再開した。テルメ、ザワンダーイヤーズのレトロなコンセプトに合わせて衣装や ヘアスタイルなどは1980年代風にアレンジされた。タイトル曲のテルミーはステイシー Q の2オブハーツをサンプリングした軽快なメロディにテルミー、テルミー、ttttt テテルミーという中毒性のあるリフレーンが印象的な曲で発売以降爆発的な人気を博した。KBS、ミュージックバンクで5回、MBC、ショー。 K-POP の中心で4回、SBS 人気歌謡で3回の1位を獲得。メロン、都市楽、ジュケオンなどの音楽サイトが発表した、週刊ランキングでは8週連続で1位を獲得した。テルメは楽曲のみならず、その印象的な振り付けも話題となり、学生、警察、軍人などのファンがダンスを真似た多くの動画がアップロードされ、また多くの芸能人が、 テレビで振り付けを真似てみせた。このようなブームは、テルミーシンドローム、テルミーネップと表現され、ワンダーガールズは、国民ガールグループと呼ばれる人気グループとなった。ザ・ワンダー・イヤーズの売り上げは、発売から年末までの4ヶ月で、年間ランキング、ハンターチャート基準で約4万枚で21位、韓国音マン産業協会基準で47,927枚で15位を、記録した。 そこと、ノーバディファーストアルバムでの活動を終えると、海外の活動に積極的に参加した。アメリカにて、MTV、ワンダーガールズ、シーズン3の撮影をはじめ、JYP 所属歌手と共に、ザ・ JYP ツアーに参加し、ロサンゼルス、ニューヨークで公演を行った。また、タイで開かれたファンミーティングには、約1万人が集まった。5月22日には、 セカンドシングル、ソホット、9月30日には、サードシングル、ザワンダーイヤーズトリロジーを発売。80年代のダンスミュージック復古であった、テルミーに続き、ソホットは70年代の復古、ノーバデーは60年代の復古というコンセプトにより、作られた。これら2つのシングルは、各種オンラインチャートや音楽番組で1位を獲得し、テルミー同様に爆発的な人気を得た。 年末には、韓国三大音楽賞といわれる、MKMF、ソウル歌謡大賞、ゴールデンディスク賞で大賞を受賞した。ワンダーガールズは当初、中国進出を目標としていたが、ザ・ JYP ツアーや、ニューヨーク州遊大祭典への出演をきっかけに、アメリカでの活動も始めた。2008年2月には、テルメをアメリカで発売しようという提案を受け、JYP は、 ワンダーガールズの活動戦略を中国進出からアメリカ進出へと修正し、アメリカ最大の芸能エージェンシーの下とマネジメント契約を結んだ。2009年3月、ワンダーガールズは韓国の女性グループとしては10年ぶりとなる単独コンサートツアー、ザ・ファースト・ワンダーを開催。タイのバンコク、アメリカのロサンゼルス、オレンジ、ニューヨーク、韓国の釜山、ソウルにて、 計6回のコンサートを行った。ツアーを終えるとすぐにニューヨークに渡り、英語の研修を受けてアメリカ本格進出の準備を行った。2009年6月、ロックバンドジョナスブラザーズの全米ツアーのオープニング舞台への出演を依頼され、6月27日から8月5日の間に計49回、約150万人の観客の前で公演を行った。 この期間、ワンダーガールズは、ツアーバスで移動しながら生活するという過酷な日々を、過ごした。7月21日には、ベイホックス放送のトークショー、ウェンディ・ウィリアムズショーにて彼女らの活動が紹介された。マンを持たして10月に、ノーバディ英語バージョンが発売されると、ビルボードホット100チャートで76位を記録した。ビルボードホット100へのランクインは、韓国人歌手として、 史上初の快挙であった。12月8日には、FOX 放送の人気番組、ソユーシンクユーキャンダンスに出演し、Google で検索順位1位になるなど熱い反応を得た。ワンダーガールズは、他のメディアでも、アジアのスパイスガールズと紹介された。2010年2月20日に、アメリカで最後のコンサートを行った後、ソンビが大学進学を理由にして、活動を休止した。 事務所によりと脱退ではなくあくまで活動休止であり、孫美が希望すれば、いつでもグループに合流させるつもりだという。代わりに、新メンバーとして、リムが合流した。その後、ノーバディー、中国語版を発売し、中国圏での本格的な活動を始めた。2月22日には、台湾と香港で、スペシャルアルバムを発売し、現地の各種音楽チャートにランクインした。 海外での活動を終えると5月16日にフォースシングルにリファレントティアーズを発売。この CD は韓国語、英語、中国語の3カ国語で発売された。発売日にはロサンゼルスにて発売開始イベントを行い、この様子は全世界に生中継された。公開後すぐに韓国の各種音源チャート1位を席巻し、アメリカでは iTunes のアルバムチャートで39位を記録。わずか2週間の韓国での活動の後、すぐにアメリカに向かい、6月4日から北米ツアー、ワンダーガールズワールドツアーを開始し、アメリカ本土、カナダ、ハワイの各地をめぐって、計27回の公演を行った。6月24日には、ソネの父親が死去したという知らせを受け、一時、帰国することとなったが、 6月29日からツアーを再開した。7月にはに d i f f e r e n t t e がビルボードヒートシーカーズチャートで21位を記録した。2011年11月7日、2枚目の正規アルバムワンダーワールドを発売。タイトル曲 Be My Baby はガオンデジタル総合チャートで1位を獲得。ビルボード系ポップホット100でも1位を占めた。 各種音楽番組でも1位を獲得。2012年2月2日、米国ティーン、ニックチャンネルの映画、ザ・ワンダー・ガールズで主演。同時に、映画の挿入歌である、ザ・ディジェイ・スマインを韓米同時に発売した。6月3日、ミニアルバム、ワンダー・パーティーを発売。7月25日にデフスター・レコーズから、ノーバディー、日本語版を含んだ、日本デビューアルバム。 ノーバディフォーエブリバディを発売する。1月26日、ソネが5歳年上の韓国人宣教師、ジェームズ・パク氏と結婚した。第一子を妊娠中であると報じられた。結婚式後、カナダに出国し、5月初旬に帰国していたが、7月26日には、出産、子育てのためカナダ・モントリオールの新居に移った。2013年12月12日付で、 J.Y.P. エンターテイメントと専属契約が終了したソヒは演技の道へ進むため再契約を拒否。2014年2月10日にツイッターを通じてイ・ビョンホンの B.H. エンターテイメントに移籍したことを報告したソヒは演技者として活動のために脱退をし、ソネは家庭生活に集中するために所属事務所 J.Y.P. エンターテイメントとの契約も解約して脱退をした。 8月3日、3年2ヶ月ぶりに第3の正規アルバムリブートを発売し、タイトル曲、I Feel You でカムバックした。オリジナルメンバーだったソンミが再合流して構成したワンダーガールズが、8月3日、既存の色と全く異なる4人組バンドとしてカムバックをした。2016年7月5日、4週となるアルバム、ホワイソロンリーを発売。 リブートからのバンド形式を維持したままでのワンダーガールズとしては初の試みとなるレゲーポップのジャンル曲。デビュー以来、ワンダーガールズはパクジニョン作の楽曲であったが、今作で初めてメンバー自身が作詞作曲を行った。タイトル曲の作曲はエ・リム・ソンミと作曲家・ホンジさんの共作によるもので作詞はユビン・ソンミ・ヘリムによるものである。 また、ユウンはアルバム内の他の楽曲で作詞、作曲に関わっている。音源チャート音楽番組ともに1位を獲得し、ワンダーガールズは大復活を遂げた。2017年1月26日、ワンダーガールズの解散が公式発表された。ユビンとエリムは、現事務所に残り、ユウンとソンミは、それぞれ現事務所を離れることを決定した。また解散に伴って、 ワンダーガールズのデビュー10周年となる2017年2月10日に最後のデジタルシングルとしてを発表。デビュー以降様々な国や地域で活躍し、たくさんの人たちに愛されたワンダーガールズは10周年という節目の年で惜しまれながら解散した。メンバー編戦士、編集シングルミニアルバムアルバムスペシャルエディションアルバム、デジタルシングルワンダーガールズ、 YouTube チャンネルミニアルバムベストアルバム2007年2008年2008年ありがとうございます。